お待たせいたしました。ただいまより日本大相撲トーナメント第48回大会幕内トーナメント戦の表彰式を行います。第48回大会優勝は豊昇龍友勝であります。見事優勝で誕生しました豊昇龍です。さすがに勝負主義という賞状賞金優勝金250万円並びに優勝杯が授与されます。豊昇龍幕内トーナメント戦優勝豊昇龍友勝、あなたは日本相撲大相撲トーナメント第48回大会幕内トーナメント戦において日頃の大満努力を遺憾なく発揮し当初の成績を収められました。よってここに優勝杯を贈り、その栄誉を称えます。2024年2月11日日本大相撲トーナメント実行委員会、続きましてフジテレビ賞の表彰です。第48回大会優勝力士豊昇龍に株式会社フジテレビ賞代表取締役社長港浩一郎賞状並びに副賞として最高級黒毛和牛が授与されます。表彰状、フジテレビ賞、豊昇龍友勝殿、あなたは日本大相撲トーナメント第48回大会において、正確な技と歯を寄せつけない強さで、素晴らしい成績を収められました。よってここにフジテレビ賞を贈り、その栄誉を称えます。株式会社フジテレビ賞、社長、港浩一。続きまして文化放送賞として第48回大会優勝力士豊昇龍に株式会社文化放送代表取締役社長斉藤清人様賞状並びに副賞として福井県の人気ブランド米いちほまれ米俵一俵が授与されます。表彰状、文化放送賞、豊昇龍友勝殿、あなたは日本大相撲トーナメント第48回大会において日々の稽古に耐え磨き上げられた力をと技を惜しみなく発揮し見事優勝されました。よってここに文化放送賞を贈り、その栄誉を称えます。2024年2月11日株式会社文化放送代表取締役社長斉藤清人。
続きましてスカイ株式会社賞の受賞です。第48回大会優勝力士豊昇龍にスカイ株式会社代表取締役大村淳二様に賞状並びに副賞として静岡県産クラウン印マスクメロンが授与されます。Thank you.